マーク・ボーデンはアメリカ合衆国の作家。ミズーリ州のセントルイスで生まれ、メリーランド州のロヨラ大学の1979年度、卒業生。息子のアーロンも作家である。1979年から2003年の数年間、米国で3番目に古い新聞社、フィラデルフィア・インクワイアのスタッフライターを務めた。多数の賞を受賞し、 野外レクレーションのライフスタイルを扱う、メンズジャーナル、文学や文化を扱う、アトランティック・マンスリー、スポーツ週刊誌のスポーツ・イラストレーテッド、大衆総合誌のローリング・ストーン等に寄稿した。ボーデンが国際的な評価を得たきっかけは、一昼夜にわたって市民を巻き込んだ紫外線のモガリシュの戦闘を主題にした、ブラック・ホークダウン、エーストーリー・オブ・モダン・ウォーである。 この紫外線を描いた著書が2001年にリドリー・スコット監督により同名映画として映像化されたことによる。ありがとうございます。